伝統と創造の会は2005年の第44回衆議院議員総選挙で初当選した自民党議員で構成する83回のメンバーが2006年に設立した勉強会。通称伝送会。変えるべきことは変え、守るべきことは守るということです。小泉総理の改革はどんどん前に進めていくべきだと思います。その一方で、 我が国には世界に誇るべき伝統や文化、そして同義国家としての姿があります。明治維新など、先人たちがそうしてきたように、守るべきものは守りながら、新しい日本を創造していこうという会ですとしている。現在は脱会したものも含む。2008年3月12日、アルゴピクチャーズ配給の映画、安国安国の全議員を対象とした試写会が催された。 12月に行われたマスコミ向け試写会後、週刊新潮の客観性を欠く反日映画だなどという報道をきっかけにして、自民党の平和を願い神の国益を考え、靖国神社参拝を支持する若手国会議員の会と本会所属議員が試写会を行うように要請した。この映画には文化庁の指導する芸術振興基金が助成されており、その条件として、 政治的な訴えや変更があるものは禁止されていた。新聞の取材に対し稲田は客観性が問題となっている。議員として見るのは一つの国政調査権、表現の自由や上映を制限する意図は全くない。でも、助成金の支払われ方がおかしいと取り上げられている問題を議員として検証することはできるとしている。4月。 右翼団体による抗議電話や行動が相次いだとされることについては我々が問題にしたのは女性の妥当性であり映画の上映の是非を問題にしたことは一度もないいかなる内容の映画であれそれを政治家が批判し上映をやめさせるようなことが許されてはならないとコメントしているありがとうございます